オリックス山下俊平太投手、21、が、初登板ゾゾマリンの洗礼を浴びた。1軍復帰2度目の先発はプロ最短3回 KO で開幕3連敗。請球に苦しみ、2失点の1回だけで37球を要した。結局、3回79球とリズムを作れず3失点。自分で自分の首を絞めた。普通に技術不足、まっすぐ。 カーブというパワーゲームしかない。引き出しがあれば違うピッチングができるんじゃないかと思います。チームに申し訳ないという気持ちしかありません。開始から12メートルほどの強風の中だったが、言い訳にはしなかった。作詞新人王の悩める姿に、中島監督も初めての球場で難しいところがあるのかな。 ゾーン内に落とすことが全くできなくなったと首をひねった。打線は今季10度目の完封負け、校長の西野が右太もも裏を痛めるなど散々な一日だった。チームは2カード連続の負け越し、一日で5位転落した。首位ソフトバンクとのゲーム差は今季最大16、5に広がった。